皆様こんばんは。こんばんは。作曲家から知るクラシック音楽の世界ボリューム13ということで、シトラウスのライブ配信コンサートの曲目解説についてお話しさせていただきます。バイオリンの小池彩香とピアノの物谷彩です。どうぞよろしくお願いいたしま す。ということで、ライブ配信のね、曲目解説、今回は結構ねすごい本当にバイオリンもピアノもたくさんね、数も多いし結構大変なんですけどもね、でも本当にシトラウスはいい曲が多いので、はい、ぜひ皆さん楽しんでね聴いていただければいいと思います。はいはい。で、まず1曲目は、シトラウス4つの歌、作品27から4番目の曲「朝」という曲を演奏させていただきます。この曲はシトラウスが新婚の妻パウリーヌのために書かれたと伝えられる4つの歌曲、作品27の最後の曲になります。なのでこの曲は4曲目で終わります。はい。でシトラウスの作品の中でも、まあ、特にねロマンチックな、ね、ものに、はい、なっておりまして、まあ、知名度も大変高くでありまして、とても簡単な、ね、作りながら、非常に繊細な美しさを持った作品となっております。本当にね、音数はそこまで、ね、究極にそぎ落としてできた美しさ、ね、さって感じですよね。そう、本当に、美しい作品なので、ね、1曲目にしてはとてもね、いい曲だと思います。そして2曲目、オペラ「バラの騎士」からワルツを演奏させていただきます。はい。こちらは「バラの騎士」というね、シトラウスが作曲したオペラがあるんですけども、それをバイオリンとピアノに編曲した、まあ、ワルツの、ね、曲として編曲したものになっております。はい。でこのバラの騎士自体は、ワグナーの後期のオペラに、まあ、本当に比例するくらい、とても長い作品規模と大掛かりな管弦楽ゆえに、しばしば楽劇と呼ばれるくらい、ものになっております。私これ一回オペラでやったことあるんですけど、とにかく難しくて音数がまず多いんですね。はい、フラット、シャープ、臨時記号が本当にたくさん出てきて、そうなんですよ、調整がカラカラッと変わっていくので、そうなんです、ね、そう大変なんですけど、でもすごくね素敵なね、曲なんですよ。で、まあこれ割と喜劇っぽい感じで面白くなってるんですよね。で、まあちょっと簡単にお話しすると、まあ奥様と愛人の伯爵がちょっと浮気をしてしまうんですね。そうで、まあ、翌朝その、帰宅した旦那様にちょっとバレないようにと、駒使いにその男性が、浮気相手がね変装するんです。でところがその屋敷に来たのは夫ではなく親戚の、まあ、男爵が来たんですね。でこの男爵っていうのがその婚約者ゾフィーっていう方がね、出てくるんですけど、この方に銀のバラを届けるバラの騎士を紹介してもらいに来た人なんですね。で、まあ、とっさにね、まあ、この時ちょっと慌てたのか、その夫人が自分の愛人の、ね、先ほど出てきた愛人を紹介してしまうんです。で、まあ、その、バラの騎士を紹介してもらいに来た男爵は、まあ、なんかあれ、浮気相手の男の人と目の前にいる駒使いの人がすごくそっくりだなって思いながら帰っていって、まあちょっとそこでいろいろありまして、最終的にその愛人の方と、そのゾフィーという方ですね、バラの騎士銀のバラを届けられる予定だった婚約者のゾフィーと晴れて結ばれるっていう、はい、まあ、結構ね面白い、本当にそうですね、内容になってるので、ぜひね見ていただきたいんですけど、まあその中にある音楽なので結構ねコロッコロ変わるんですよね音楽のその場面が、今回弾くワルツもいろんなワルツが出てくる、そうです、そうです、結構なんていうの、愉快な感じのワルツもあれば、しっとり歌うようなワルツもあったりして、表情が変わっていきますよね。でやっぱりオーケストラのためにその作られたものを2人で弾くとなると、音数をね本当に分散して弾いてるので、多分知ってらっしゃる方は、ああこういう風に編曲されたんだっていうところがまた面白い魅力だと思っていますので、ぜひお楽しみにしてください。はい。で最後が、バイオリンソナタ作品18番ということで、この曲はですね、シトラウスが1888年に完成させ
のね。そうですね、本当に唯一です ね、いい作品なんですけども、こちらがとても有名な、ね、作品となっております。でシュトラウスが古典派的な絶対音楽から、まあ、リストだったりとかワーグナーの影響を受けた交響詩や、先ほど出てきたオペラとそういうものの創作の方向をちょっと変えた転換期の頃の作品になっております。なのでちょっと伝統的な三楽章形式に一応なってるんですけども、シュトラウスの個性を明確にとっても出しているもう楽章ごとがねそれぞれ、はい、なので割と1楽章でも2楽章でも3楽章でも、なんかその決まったその間なんだか急間急というか、そうですね、割と前に進むテンポ、速いテンポ、遅いテンポ、速いテンポっていうのもあるんですけども、その中でちょっとシュトラウスが、割と情熱的にあの曲を描いてるのかなと思います、はい、でシュトラウスはまたあの自らねバイオリン奏者としてかなりあの弾きこなすことができたと ね言われておりましたし、まあ、指揮もね前回お話ししたんですけど、指揮者としてもとてもね素晴らしい技量をお持ちだったので、まあ、華やかな演奏効果が発揮されるとともに、高度な演奏技術が要求されるということで、ね、これはでもねバイオリンもそうなんですけど、ピアノもそうなんです。ピアノが音数がね、そうなんです。本当に今回弾いてみてどうですか。いやもう本当に大変で、ちょっと譜読みの時点で時間、もうさっきも言ったんですけど、時間がすごくかかるので、それを手に覚え込ませる作業っていうのがかなり大変で苦戦中です。いやそうですよね。でもこれ皆さん言いますね、ピアニストはもう皆さん本当に難しい曲だと言ってるので、もうバイオリンだけがめちゃくちゃ大変なわけではなく、もう本当にバイオリンとピアノのためのソナタだと思っております。でもね、本当にあの特に私三楽章が大好きで、割とこう高らかに歌っていくシュトラウスのこうカラー、凱旋してきた、そう凱旋帰国してきた感じの、あの輝かしい、もうキラキラした堂々たるこうなんか王様がこう、堂々と歩いてる感じの場面がね、やっぱり本当に素敵だなって、思っているので、そういうところもね、ぜひ多分飽きずに聴いていただけるプログラムじゃないかなと思っております。シュトラウスはどの曲もどの楽章も分かりやすい主題がたくさん出てくるんですよね。本当にそうです、ね、だからあこのメロディーまた聴いたことあるぞみたいなのを探しながら聴いていただくのも楽しい気がします。なのでぜひね、なかなかリハルト・シュトラウスでプログラムを組むあの方いらっしゃらないと思うので、ぜひライブ配信楽しみにあのお聴きいただけると嬉しいです。今週末は、5月22日8時からあのお待ちしておりますので、ぜひ概要欄からあのご応募いただけるとありがたいです。はい、では今回はシュトラウスのライブ配信コンサートの曲目についてお話しさせていただきました。バイオリンの小池彩香とピアノの萌々彩でした。はい、どうもありがとうございました。